BT ブライアントランソーブライアンウェイントランズを1971年10月4日対通称 BT はアメリカ合衆国メリーランド州ロックビル出身の音楽アーティストジャンルはエレクトロニカに分類されるのが普通だがトランスブレイクビーツクラシックポップスロックアンビエントヒップホップジャズニューウェーブといった 様々なジャンルを融合した音楽をプロデュースする。90年代には、ケイスター、リブラ、ダーマ、プラナ、エラスティックリアリティ、エラスティックチャクラ、GTB、ニハットカンツ、DJ サシャトなどの名義でもレコードをリリースしている。近年は、映画音楽なども手掛けるようになった。音楽中の間では、高度なプログラミング技術と独特のスタッター技術で知られている。スタッターとは、 小説と小説の間に挿入されるリズムの変則的なもたつきやためなどの音であり、音の短いサンプルを繰り返したり、それをプログラミングによって数学的に変化させたりすることである。ダンスミュージックなどで曲が展開する直前のつなぎや単調さを防ぐために使用される。BT は幼少から音楽への類いまれな才能を見せた。2歳からピアノを演奏し、 6歳までにショパンとバッハを弾きこなした。青年期にはニューオーダーやデペッシュモードのようなエレトロニックミュージックを好んで聴き、カリフォルニア州ロサンゼルスへ移る前に1年間、バークリー音楽院に通い作曲を学ぶ。しかし、クラシックは自分には閉鎖的すぎたという理由で同行を中退している。1990年代前半に BT はワシントン DC に戻り、 友人であるディープディッシュのアリシラジニアとシャーム・テビーと共に作曲をしたが、米国ではヒットに恵まれなかった。しかし彼の音楽は大西洋を渡り、DJ、サシャやポール・オークンホールドといった英国の有名 DJ たちによってクラブで紹介されファンを獲得していく。サシャにチケットをもらってロンドンに行った BT は、そこで初めて自分の成功を目にすることになった。 サシャが BT の曲をプレイすると数千人の聴衆が熱狂していた。彼はすぐにオープンフォールド主催のレーベルパーフェクトと契約する。後に契約がこじれて解消。1995年から2000年頃まで BT はトランスジャンルを開拓する。彼は、いわゆるクラブ DJ ではないにもかかわらず、世界 DJ ランキングなどでもしばしば名前を目に、 することができる DJ マガンの DJ トップ100では2001年76位、2003年83位、2004年92位、2005年82位、2006年73位。BT は自身の音楽背景について、僕は、いわゆるダンスミュージックアーティストではないし、DJ でもない。僕はクラシック音楽に影響を受けた。バークリー音楽院に通って、 パンクバンドをやっていたんだと発言している。近年、彼は映画の音楽も担当。Go!1999 年、Under Suspicion!2000 年、Driven!2001 年、Wild Speed!2001 年、Monster!2003 年、Stellus!2005 年、Under Classman!2005 年、Look!2006 年、Catch and Release!2007 年など、 彼は2001年の映画、ズーランダーのために、スコアも制作したがクレジットに名前はない。多くのエレクトロニカアーティストとは異なり、BT はしばしばライブを行う。2004年には、ブリティッシュテレコムタワー、BT タワーで、ラストナイトオブサマーと題したコンサート行った。1996年のファーストアルバム、今では成長を続ける。 プログレッシブハウスシーンとトランスを融合させた。このアルバムからは、トーリエモスとの共作、ブルースカイズがシングルカットされ、ダンスチャートのトップまで登り詰めた。今がプログレッシブサウンドから構成されているのに対して、1997年のアルバムエスコームは、より実験的な内容である。このアルバムは、複雑なメロディーとボーカルの調和が特徴で、アルバムは、 全体として見れば、今よりバラエティに富んでおり、英国、オーストラリア、日本でヒットした。エスコームとは、エレクトリックス・カイ・チャーチ・ミュージックの略であり、これは、ジミー・ヘンドリックスとマイルス・デイビスの幻の、プロジェクト・エレクトリックス・雇用チャーチにちなんで付けれた。BT が、リブラ名義でリリースした、コーリング・ユー・ネームのボーカリスト、ジャン・ジョンストンが、ララバイ・ホーガイア、リメンバーで、 ボーカルで参加。これら一連の BT とのコラボレーションによりジョンストンは900 90年代トランスシーンの歌姫としての地位を確立することになった。このアルバムからのヒット曲で BT の最も有名な曲の一つでもあるフラミング・ジュームはドイツのプロデューサー DJ ポール・ヴァンダイクとの共作であり、一般に知られているバージョンはポール・ヴァンダイクによるリミックスである。 E.T. によるオリジナルは未発表。1999年のアルバム、Movement in Still Life は彼がトランス以外のジャンルでも成功することを証明した。このアルバムはニュースクール、ブレイクスを特徴としていて、ヒップホップフェノメノンでは、ツナミワンと、ライドでは、DJ サシャと、ランニングダウン・ザ・ウェイアップでは、英国のダンス音楽グループハイブリッドの マイク・トゥルーマンとコラボレーシングしている。マザ・キルズ、マイク・チェカと、ラブ・オン・ヘイト・ストリート、US 版のみ収録は、ヒップホップの強い影響を受けている。シェーム、US 版のみ収録、サテライト、ランニング・ダウン・ザ・ウェイ・アップは、アルトロック、ゴッド・スピード、ドリーミングはトランスである。ネバー・ゴ・ナ・カム・バック・ダウン、US 版のみ収録、ボーカルは、マイク・ドーティは、アルバムの中で、 最も人気のある曲で、エディットバーションが映画シックスィーセカンズのサウンドラックにも収録されている。ジャン・ジョンストンがボーカルを務めるマーキュリーソラースは、ネバー・ゴナほどの成功を収めることができなかったものの、最も商業的に使用された曲である。ランニングダウンとドリーミングでは、元オーパス3のカースティ・ホークショー、カースティ・ホークショーがボーカルを担当している。ちなみに、 ドリーミングは100%ソフトシンセのみで作曲された。著作権の問題ですぐに回収されたが、初期の日本版にはサンブリンド、ボーカルはジャン・ジョンストンとファイボーナキシー・キンスの2曲が含まれたボーナスディスクがついていた。BT の5枚目のアルバムディスバイナリー・ユニバースは2006年にリリースされた。このアルバムはジャズ・ブレイクビーツ。 クラシックなど様々な音楽ジャンルの融合を特徴としている。BT はこのアルバムにはコモリュタのような性質があるといい、曲の制作中ずっと膝の上に座っていた、生まれたばかりの娘カヤから影響を受けていると語っている。全4作のアルバムと違い、このアルバムは全てインストゥルメンタルで映像の BGM という形をとっており、 各曲に合うように制作された映像を収録した 5.1CH サラウンド DVD と通常のステレオ CD の2枚組としてリリースされた。コンピュータープログラミングに造形の深い BT らしく、1曲目の All That Makes Us Human Kin Tinies は XUND というパソコンのシンセシスを利用した C 言語プログラムによって作曲されている。 BT はそのコードの一部を彼の一番目のブログの2006年2月27日の日記で公開してる。キーボードマガジンはこのアルバムについて、100年後にはおそらく新世紀初期の主な電子音楽として研究されるだろうと書いた。ディスバイナギーユニバースに焦点を当てている BT の1時間のビデオインタビューはデイクスステージ 6BT チャンネルで視聴可能である。 BT の6枚目のアルバム、g ー h o p e フ f ル・マ Machines は2010年2月2日にリリースされた。このアルバムは、ゲストボーカリストのカースティ・ホークショー、ジェス・ブライ・エデン、キャサリン・ウィールのロブ・ディキンソン、クリスチャン・バーンズとのコラボが特徴である。アーリー・オフィシャル・リミキシーズは、アーミン・ワン、ブーレン、シケインによって制作された。また、g h o p e f Machines は2010年グラミー賞の ベストエレクトロニックダンスアルバム部門にノミネートされている。2006年11月から12月に通して BT はトーマス・ドルビーと共にアルバムディスバイナリー・ユニバースのツアーを行い BT 自身が開発したスタッターエディットプラグインを導入した。これは簡単なキーボード操作でリアルタイムに音源に劇的なスタッター効果を加えるプラグインで他にもブレイク トウィーカーというソフトも開発中である。両ソフトウェアは BT の会社ソニックアーキテクッズから2007年中に Mac をセックスプラットフォームでのリリースを予定していたが発表されなかった。当時のスタッターエディットのデモンストレーションは上記の DX ステージ 6BT チャンネルインタビュー、ビデオを5において見ることができる。2010年12月、イゾトペが ソニックアーキテクツの獲得と BT とのパートナーシップの締結を発表し、2011年1月31日にスターターエディットが発表された。Win、Mac 両プラットフォームで VST、オーディオユニット、プロトゥールズ7.4以上、ルタスオンリーに対応している。BT は2度のスタジオ嵐にあっている。最初は2001年のクリスマスで、ムーブメントインスティルライフ後に、 リリース予定になっていた多くの音源と7万5000ドル相当の機材を盗まれる。失われたのは11曲で、サラ・マクラクランやピーター・ガブリエルとの共作が含まれていた。このスタジオ嵐もしばらく落ち込んでいた BT だが、すぐに代わりの曲を作り、2003年にはエモーショナルテクノロジーをリリースする。しかし5作目のアルバム、ディスバイナリー・ユニバースの発表後の2007年1月に、 再び、ホームスタジオに空き巣入られ、コンサート用のプログラムの入ったマックと15万ドル相当の機材を盗まれてしまう。BT は2万ドルの懸賞金をかけて犯人を探している。盗まれたもののリストは、彼の2番目のブログの2007年3月4日の日記で見ることができる。BT には、幼い娘カイアと恋人のアシュリーがおり、ロサンゼルス。 ロスフェリズのホームスタジオで楽曲を制作している。スタジオには音楽を保存するため8テラバイトもの記憶装置があり、BT は基本的に僕の家はハードディスクだという冗談を述べている。ホームスタジオは有名な建築家、フランク・ゲイリーによって設計された。娘カイアは英語、スペイン語さらに手話を話すことができて、BT の最新の曲に影響を与えている。 BT は2006年11月13日、ポッドキャストのザドーンドリューショー内で、もうじきバークレーに移ると発表した。主な理由としては、カヤを育てるより良い環境を見つけることにあという。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。